まあ、女子ライダーということで、まあ、最近ちょっとツイッター界隈でですね、まあ、女子ライダーの方のなあいろんな事件が結構起こってますよね。まあ、まず熊本でいうと、そのあやぷーさんが引退されたということで、まあ、なんかですね、辞め方を見てるとなんか、ご本人の事情以外になんか裏の事情がありそうじゃあるんですけど、まあ、あの元気な方だったんですね。ぜひとも、また復活してですね、動画出していただければと思います。それ以外だとですね、まあ、フォロワーさん、これは名前伏せときましょう、の方が、自分のフォロワーさんに言い寄られて、まあ、その言い寄り方がえぐいというか、まあそりゃねえだろうという言い寄り方を、されてらしてですね、まあだいぶ切れてらっしゃいましたけど、まあそういうことがあったりとか、あれは長崎の元ブロガーさんでしたかね、すいません、名前どう忘れしました、申し訳ないです。一緒に乗ってた女性の方が立ちこけされたと、2回ですね、続けて。で、まあその時に、まあ、女性の対応というより周りの対応の方はですね、ちょっと私もはてなと思うところあったんですけども、なんかその女性の方になんか個人攻撃がいったみたいなんですね。そういう話も出てて、なんかその女性の方はバイク降りられたとかですね。なんでそんなことになるのかなと。で、また、もう一つあったのが、まあこれもな、あれですけど、女性ライダーの、部屋の写真に、のが写ってたということで、なんか炎上されて、なってた人もいますけどね。まあちょっとなんか怖いですね、最近の女子ライダー界。女子ライダー界が怖いんじゃないな、女子ライダーを囲む、男が怖いんでしょうね。なんだろう、実際にその周りにいる人たち、まあ、よく囲いとかって話がありますけど、まあ、ちやほやしてる方もいれば、ちゃんとですね、導いてる方とか、まあ、ただただ友達とかっていらっしゃるんですけど、まあ、それよりかですね、何かこう欠点というか穴を見つけたらぐわーってこう突っ込んでいく、特に女性ライダーに対して突っ込んでいく、男が多いなと思ってですね。いやでもしかし、ツイッターでですね、女子ライダーされてる方は結構やっぱりいろいろ大変ですね。やっぱ男ばっかりの、世界ですから、バイクって。まあ女性も最近増えてきてるとはいえ、やっぱり変なナンパみたいなやつとかですね、粘着執着するようなやつとかいるからですね、本当ですね、気をつけないといけないなと、大変なんだろうなと思います。まあ、よく見ますからね。なんだろう、気持ち悪い、こう普通にこう口説いてるならまだしもですね、こうなんだろう、すんごい気持ち悪い絡み方する方とかいますからね。こうやっぱ女性って、でしかも妙齢の見目麗しい方はやっぱ大変ですね。多分リアルだったら、リアルライフだったらですね、そういう風に絡まれることないと思うんですけど、やっぱツイッターとか、まあそれこそインスタとかフェイスブックもありますけど、ある意味こうコンタクト取るのが簡単ですからね。でなおかつ全然身近じゃないのに、普段からこう写真とか見たりとかしてるとあれなんでですね、身近に感じちゃうんでしょうね。もう本当皆さん注意してほしいと思います。